この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Z と書いて G マン、トムジンク、ダグファーナス、筋肉獣ダグファーナスです。ナッコも黙る左腕、前三冠チャンピオンスタンハンセン、火の玉小僧土強です。鹿児島の夏を抱きしめろ小橋健太、本能無用の五冠王三沢光晴です。さばくレフリーは城樋口。サマーアクションシリーズ鹿児島大会メインイベントです。60分の一本勝負シックスメンタッグマッチ、こちら青コーナー、ハンセン、トムジンク、ダグファーナス。一方赤コーナー超世代軍です。右小橋、左菊池、扇の要が五冠王三沢光晴です。この6人の選手がリングの上に現れただけでもう会場はどよめいております。サマーアクションシリーズ鹿児島大会メインイベントです。髪を少しだけ刈り込んでまいりましたスタンハンセン、ロープのシナリオを確かめます。菊池剛、その後ろ三沢光晴です。夏は大好きだと語っていました三沢、そして小橋。60分の一本勝負、三沢小橋菊池対ハンセン、トムジンク、ダグファーナスです。先陣を切ったのは菊池とトムジンク。ピンク色のショートタイツ、向こう側がトムジンク、一方の日の丸タイツが菊池剛であります。足を取りに行くか、組み合いました。サイドのヘッドロックはトムジンク、筋肉質です。トムジンク89年のサマーアクションシリーズ以来5年ぶりの来日となりました。トムジンクです。まずタックルはトムジンクの勝ち。さて超世代軍対強豪外国人勢の戦いというメインイベント、尾本さん、これは見どころはどこになるでしょうね。そうですね、やっぱりハンセン選手と三沢選手の、はい、そのお互いにやっぱり、今無冠とそれから五冠の、はい、そうですね、やっぱりお互いに意識してると思うんですよね。そういうところの要するにそのなんていうんですか、どうやって、まあ、ハンセン選手は当然これからまた要するに挑戦したいと思うだろうし、はい、ましてやハンセンはここのところタイトル戦がありませんからね。そうですね、三沢選手とすればお前はもう俺には勝てないんだっていうね、そういうイメージを植え付けたいと思うんじゃないでしょうかね。はい、このあたりこの試合三沢とハンセンお互い意地の張り合いになるかもしれません。無冠と五冠の戦いです。さあリング上は菊池がトムジンクファーナスに捉えられて外人コンビのコンビネーションに合おうとして、おーっと菊池うまくこらえました。自ら、おー菊池圧巻米であります。これはインサイド、ハンセンが出てきた、ハンセンが出てきた、ハンセンを怒らせてしまいました菊池。これは菊池インサイドワークの勝利かと思いきや最も危険な男を怒らせました。そして場外に突き落とされてファーナスジンクの餌食となっております。鉄柵の間に挟まれている菊池剛、そしてファーナスが高速のブレインバスター。今度はトムジンクリングの中に戻します。カウントは2、菊池剛。93年暮れの世界最強タッグの時に左の肩を怪我をしまして、チャンピオンカーニバル、今年のチャンピオンカーニバルの途中から復帰してまいりました。その左の肩には痛々しい手術の跡も見えます。尾本さん、この菊池は復帰早々はちょっとまあ幾分肉がついたかなというところもあったんですが、ここに来てだいぶ本来の動きを取り戻してきましたね。ちょっとウエイトオーバーになったかなというところありましたけどね、はい、その後ですね、やっぱり自分で意識的に、その
まあ、肩の怪我をしたわけですけどね、はい、そこを重点的にやっぱりあのトレーニングを積んで、かなりあのなんですか、ものすごいあのシェイプアップしてる感じはしますね。そうですね、今日も試合前、二の腕が太くなったでしょと見せてくれました菊池です。さあ菊池とトムジンク、菊池がトムジンクのボディスラムを受けます。おお、立ち上がったエルボーです。このあたりの表情、菊池本当に本来の動きが戻ってきたか。潰されても潰されても立ち向かっていきます。ハンセンが出てきます。ハンセン今日は序盤戦からよく立って出てきます。そしてもう肘落としが、これはかわしている、さらにかわした菊池、うまいぞ菊池。まずはトムジンクにゼロ戦キック、そしてこぼしにタッチ、飛ばしたハンセンです。おお、ラリアットブロックキック、そしてハーナスには逆水平からロープに振ってパワースラム、まだ行く、まだ行きます。飛ばし全開です。リンバスター、いい表情です。小橋健太オレンジクラッシュ、そして電光石火のスイッチコンビネーションを見せます。おお、さすが現世界タッグ王者の2人、三沢と小橋。リングの上には三沢が残ってトムジンク裸締めに取ります。背後から五冠王三沢光晴、トムジンクを裸締めに取りました。世界タッグのベルト2つ、そしてシングル三冠戦の三冠統一ヘビー級王者、3本のベルト、合計5本のベルトを統一しております三沢光晴。トムジンクバックステップして三沢をニュートラルコーナーに詰めました。そしてファーナスにタッチ、ロープに振ってドロップキック、高い打点です。ダグファーナス、カウントはカウント2、60分の一本勝負、三沢小橋菊池対ハンセントムジンクファーナスです。メインイベント鹿児島大会ダブルのショルダー。さあそしてハンセンが残ります。無冠のハンセンと五冠の三沢の戦い、エルボーです、エルボーです。あー、ハンセンも体を預けてくる。おーっと、なるふり構わない攻撃です。ハンセン青コーナー、三沢を引っ張っていってフライングメイヤー、さらにサッカーボールキック、トムジンクにスイッチを見せます。おーっと、トムジンクバランスを失った。ミサイルキックは当たりが不十分でしょうか。ホールに入ります。カウントは2、三沢光晴第10代三冠ヘビー級チャンピオン、そして第24代世界タッグチャンピオン、五冠王。このシリーズ、このあと静岡で世界タッグ戦、そして最終武道館では三冠戦を控えております。世界タッグの相手はウィリアムス、エース組、そして三冠戦の相手はウィリアムス。桃田さん、この一つのシリーズで2大タイトル戦、しかも両方ともに同じ相手がいるというのはやはり嫌なんでしょうね。そうですね、さっきのシリーズは川田でしたが、やっぱりあのきついものがあると思いますね、精神的に。ましてや世界タッグでもしものことがあろうものなら三冠戦にも響きかねませんもんね。そうですね、当然それは言えると思います。やっぱりそのタッグのその試合内容いかによって三冠戦も微妙に変化してくると思いますよね。さあ五冠王三沢、青コーナーで詰められますが、肘打ちだけで3人を相手にしています。あ、ちょっとここで切れたか三沢。いや、ロープに振り返してラリアット、そして小橋にタッチ。先ほどの登場では嵐のようにやってきて、嵐のように三沢にタッチしてしまいました小橋です。さあここはじっくり夏の小橋を見たい。逆水平からロープに振ってフレインショルダー、カバーに入ります。小橋健太、三沢と組んでの現世界タッグ王者であります。本当にこの人のファイトには力がこもります。見ている者に熱い何かを感じさせます。博多大会では田上との一騎打ちもあります小橋。リバースープレックス、ファーナスです。逆に取りました。ハンセンにタッチを行います。ハンセン対小橋です。チャンピオンカーニバルでは初めてハンセンからスリーカウントを奪いました。スピンキック、おーっと、ソバットです。そして三沢にタッチ、ボディースラムで投げておいて
ダイビングボディープレス、カウント2です。さあハンセンが場外に落ちました。小橋が休まず攻めていきます。三沢がリングの上では牽制している。ああ放送席側鉄柵に振りました。なおも小橋突っかけていきます。おお、ハンセン小橋ではなく三沢のいるところに戻っていきます。ああ三沢の足を掴んでいく無冠のハンセン、五冠の三沢が足蹴にしております。ストンピング、このスタンハンセンは92年の8月、三沢にエルボー一発で倒されてベルト、三冠のベルトを失いました。それからタイトルに縁がありません。三冠タイトルに縁がありません。スタンハンセン、今度はリング上小橋が相手です。チャンピオンカーニバルも小橋田上に敗れて3連覇なりませんでした。スタンハンセン小橋力がみなぎります。いい技です、いい破壊力です。ホールに入ります。カウント2。桃田さん、この小橋のファイトを見てるとこっちが元気づけられるような、そんな、そうですね、すごいファイトですね。もう常に元気いっぱいっていうことですね。どんな試合でも本当にこの人は全力投球ですね。そうですね、やっぱりあの気を抜くっていうことができないんですね。ただその分やっぱりあのスタミナの点とかですね、はい、いろんな面でやっぱり、まあ、かなりある方ですけどね。さあ今もトムジンクを叩き落としてハンセンを赤コーナーに引きずってきます。小橋、そして菊池が入ってきます。あーがむしゃらな菊池、ハンセンを小世代3人で相手にします。エルボースマッシュ、そしてスピンキック一発で倒しました。カウントは2。10分が経過しました。60分の一本勝負、三沢小橋菊池対ハンセントムジンクダグファーナス、サマーアクションシリーズ鹿児島大会、世界タッグコンビがダブルのブレインバスター、ハンセンを投げました。カウントは2。ゲロチンはかわされています。おー、しかもなおもドロップキック、小橋ハンセンをスタンディングポジションに起き上がらせておいて、しかしそのハンセンエルボーから今度は張り手。あ、小橋の表情がちょっと今の張り手、耳のあたりこめかみでしょうか。いや耳入ったかもしれませんね、はい、はい、あ小橋その張り手からちょっとうつろな表情になったか。ここまで元気いっぱいのファイト小橋、ハンセンの張り手が耳に入りました。もし耳に入ったとするとね、一瞬頭の中がパーンと、要するに音が消えたような感じで、はい、あのまあ、軽い脳震盪じゃないですけども、まあ、それに近いような状態になります。ちょっと小橋心配です。そして場外でファーナス、今度は鉄柵に振って小橋をリングの中に戻します。青コーナーサイド、外国人サイドです。逆水平、さあ蘇った小橋、直射砲、逆水平打ち込んでいきます。そこは敵のコーナー、おーっとトムジンク、ファーナスにも突っかかっていく小橋。あー一人で3人を相手にしていますが、あーまたハンセンのパンチに遭いました。体ごとハンマー、そしてぐーっと今度は肘落としていきます。ハンセンカウントは、カウント2、カウント2で返しました小橋健太。トムジンクにタッチを見せます。おハンセンとジンクの合体、おっとこれは意図した技からはちょっとずれたかもしれません。しかしトムジンクニュートラルコーナーの上からラリアットを見舞ってきました。ロープに振ってまずはキック、それからどうするか。お小橋フラフラです、危ない。エルボーファーナスにつなぐトムジンク、合体です、ショルダー、ファーナスがフォールの体勢、カウントは2。力いっぱい筋肉中のダグファーナス、その力技には定評があります。それからドロップキック、フランケンシュタイナー、大技があります。小橋はまずボディースラム、それから張っていきます。ちょっと小橋、お張り返す、張り返します。
張り手の応酬です。小橋どうするかどうするか、あチョップ、あハンセンが出てきた。太田さん、今日のハンセンは本当に積極的にカットしてきます ね、 そうですね。ものすごいなんていうんですか、この挑発的っていうかね、もう、もう出たくて出たくてしょうがないって感じですね。あそして DDT か、そうですね DDT、はい、マットのない部分、マットのないところですね、はい、さあ小橋健太がマットのないところで場外、スタン・ハンセンの DDT を受けてしまいました。ハンセンが強引に小橋をリングに戻します。そしてカバーに入るのはダグ・ファーナス。カウント2、ミサーも激を飛ばしていました。赤コーナー背中が見えています。トム・ジンクにスイッチ、5年ぶりの全日マット、ロープに振ってドロップキック、片指に固めます。カウントは2。このトム・ジンク、89年の4月にはクロハットと組んでアジアタッグにも挑戦したことがあります。青コーナー、ファーナスにスイッチです。さあ小橋逆水平で応酬、あトムジンクにも突っかける。ちょっとここは小橋ファーナスに集中した方がいいか。そしてフロントのスープ、おーっと縦に投げました。本当に力があります。ラグファーナス、元ウエイトリフティングの世界チャンピオンでもあります。縦に今投げ捨てたという感じですね、あの小橋を投げ捨てました。逆水平です。このダグ・ファーナスは181cm、115kg、 カンナムエクスプレスとしてアジアタッグのタイトルを持っています。ドロップ、バックドロップです。バックドロップ、小橋切り返します。さあそして赤コーナーでスイッチできるでしょうか。あ先にファーナスがハンセンにスイッチ、エルボーで猛突進でスタン・ハンセン、おー DDT です。今日のハンセン本当に乗っています。髪を少し短く刈り込んできましたスタン・ハンセン。現在無冠、ほぼ丸2年、三冠統一ヘビー級王者のベルトから遠ざかっておりますスタン・ハンセンです。ドロップキック、小橋、さあそして五冠王のミサーにスイッチ、ミサーがエルボー、そしてロープに振ってどうする、ラリアット、霧もみ状に着地いたしました。ミサー・ミツハル、ミサはこのシリーズ8回目の三冠防衛戦を控えております。アミサルキックをされました。肘、おーこれもかわしている。この辺り頂上発進です。スピンキックは取られて強引に返されます。体当たり打ちかましです。トムジンクにタッチ、そのトムジンク青コーナーから、おー体を見せた、フライングボディアタック、カウント2。なおもフロントのヘッドロックに捉えるが、ミサーが前に前進します。グリーンバスターの体勢、おっと、そして後ろを取ってバックドロップ。この辺りはさすがに五冠王です。ミサは菊池にスイッチ、赤コーナーから菊池がミサイルキック、片指に固めます。カウントは1つ、高速のブレインバスター、もう一発か、トムジンクがこらえます。 DDT、 そしてファーナスにスイッチ、ラリアットです。菊池の首が吹っ飛ぶかと思いました。カウントは2。ニュートラルコーナーから対角線に振ったのは菊池、あーっとかわされた、バックを取られて、じゃあもう見たことがありません、こんな後ろへの投げ捨て、ダグ・ファーナス、いやーびっくりしました。いやーびっくりしました。ジャーマンですと背中から落ちますが、さらに1回転しちゃいましたね。そうですね。さあ菊池コールが起きます、起きます。おっとクロスキック、これはちょっと当たりが浅い、飛ばしにスイッチ、
タッチ成功、飛ばし、あー、パワースラム、よく見ています。ワンとツー、バックを取ったのはファーナスです。おーっと、エルボー、ミサーのカット、ハンセンが出てくる。ハンセンも逆に出てきました。ハンセンと三沢は場外、そしてリング上は小橋、危ない、おーっと、そのままパワーボムに捉えた。カウントは、おお、カウント2、カウント2です。口も出てきました。さあ戦いが3つに割れそう。青コーナーのハンセンが侮れないぞ。パワーボム、小橋健太ジャックナイフに固めた。ハンセンがタップに入ります。ここはハンセン出てきました。 DDT、 三沢も入ってくる。三沢とハンセン、しかし今試合の権利があるのは、小橋とファーナスです。そうですね、はい、小橋とファーナスが試合の権利のある両選手です。おー、三沢援護射撃。さあ、ジンキと菊池、そして三沢とハンセン、リング上でファーナスと小橋、試合の権利があるのはファーナスと小橋です。あ、放送してしまい、ハンセンが飛んできた。さあ、そして小橋健太がいつの間にやらニュートラルコーナーの上、月面水爆サルトプレス、カウント3、見事に小橋健太、鹿児島アリーナの夏、その宙に舞いました。ムーンサルトプレス一発、ダグファーナスを仕留めました。三沢、小橋、菊池、超スライ軍、見事な勝利であります。勝負タイムは19分24秒でした。門田さん、一進一退で進んできたこの試合、はい、最後は小橋が決めてくれましたね。そうですね、もう出だしからあの小橋選手はもう本当に何て言うんですか、出力あの目いっぱい 100% っていう感じで、ずっとあの動いてましたからね、はい、だけど、はい、それだけにあのハンセン選手としたらやっぱり自分ではまだっていう気持ちがね、あるみたいに見えますけどね。ハンセンは消化不良かもしれませんね。そうですね、やっぱり選手権に対するそのチャレンジ精神っていうのはハンセン選手は絶対抜けてないと思いますからね、やっぱりそれを常に頭の中のある一部分で意識しながら試合やってると思いますから、はい、まあ、今日の試合はちょっと消化不良を見せてくれないですね、そのタイトル戦から遠ざかっているスタン・ハンセン、欲求不満の残るまま今花道を下がっていきました。鹿児島大会メインイベント勝利を収めたのは三沢、小橋、菊池の超世代軍でありました。最後は小橋健太、勝負タイム19分24秒、見事にファーナスから3カウントを奪って勝利を収めております。全日本プロレス中継サーティー、この放送は鹿児島アリーナから全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。しがり屋のエマ、お前が気がかり、一人ぼっちでエマ泣いていないか、たとえどんなに遠く離れていても。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。笑顔は忘れはしない。